ペレットストーブの構造ペレットストーブの例、ペレットストーブとは、木質ペレットを燃料とするストーブのことである。スウェーデンなど北欧に製造メーカーがあり、欧米各国で普及していたが、日本国内でも1990年代後半頃から、製造を試みる中小メーカーが現れ普及しつつ、ある。間伐材の利用促進や、非化石燃料を用いることで、 地球温暖化対策に貢献するなどの環境問題から注目されるとともに、灯油小売価格の高騰などの追い風もあり普及しつつある。副社式の小型 FF9 排ギペレットストーブ、燃焼する木質ペレット煙突が必要な従来型のダルマ型、小判型ストーブもあるが、ペレット自動供給装置付きの FF 式、ファンヒーターも存在する。FF 式の場合、 室内展示会場内で煙突を外に出さずにデモ稼働できるほど排気はクリーンで排気音も抑えられているタイプが登場してきている。ペレットは間伐材を使用したエコ燃料であるが燃えにくいのも特徴である。最近ではペレット燃料を上手に活用できるロケットストーブも登場してきている。良質な木部ペレットを燃料とした場合は燃えカスや灰がほとんどでないため日々の掃除は ほぼ不要であるが、樹皮ペレットの場合は、焚き火ストーブ並みの清掃頻度が必要になる。火力が強く寒冷地の暖房に向く。機器が大きいこと、微妙な火力調整が苦手なことが欠点であり、日本の都市部の住宅では、薬不足になりがちであったことと、ペレット自体が入手困難であったために、日本ではあまり普及していなかったが、近年は化石燃料の高騰、 ペレットストーブが低価格かかつ、高性能かし細かな温度調整も可能になったこと、ペレットが入手しやすくなったことなどの要因も後押しして普及しつつある。また、ペレットストーブの購入に助成金あるいは補助金を設ける自治体も存在する。外観は焚き木ストーブと一見似たものであるが、焚き木と木質ペレットとでは燃料としての性質が違うため、 内部構造はかなり異なる。焚き木ストーブと比べると使用時の火力調整や燃料供給がやりやすく、煙もほとんど出ないために都市部での利用にも向くというメリットがある。FF 式の場合は灯油やガスの FF 式のファンヒーターと似たような構造の吸排気口設置で済み、大掛かりな煙突工事も必要ない。デメリットとしてはほとんどの製品で、 補助電源が必要であること、焚き火ストーブと比べて、メンテナンスが複雑、高額になることが挙げられる。また使用の際に、主に送風と休排気から生じる、継続的な作動音を発するため、これを不快に思うものも多い。ただ、電力を使わず、自然燃焼に任せる静音タイプや、全イを動力源とするものもある。ありがとうございます。